昭和48年11番組目心臓人間キャシャーンですこれは SF 作品ではよく見る設定なんですけれども人人間間がが開発ししたそのの機械が人間に対して牙を剥くという世界観の一つですね東博士が開発した公害処理用のロボットが落雷で誤作動してですねブライキングボスとなりアンドロイドですねアンドロイドが自律的にこう物を考えて動き出すようになってですね そして人間に牙をむきアンドロ軍団というのを結成してで向こうはアンドロイドですから人間の方は生身ではもうとても太刀打ちできない。で東博士はですね自らのせがれ息子をですね、えーまあ、心臓人間という形に改造してそして、えー、アンドロ軍団と立ち向かわせるといういわゆるタツノコハード SF の一つでございますね。 そしてこの企画は主題歌で見ていくわけですがまずこの主題歌「戦えキャシャン」そしてえ終了主題歌の「俺は心臓人間」どちらも作詞が辰野子プロダクション企画文芸部そして作曲が菊池俊介さんとなっていて歌唱が佐々木功さんというので固定されておりますで辰野子プロ企画文芸部っていうのはいつも正体不明なんですよねこういうの一番困るんですよ東京ムービーさんもそうだし こういういの困るんですけど幸いというかねこのキャシャーンに関してつい最近あの企画文芸部にいらした小山隆夫さんが証言を出してくださいましたご自身の YouTube チャンネルで。それによりますとこの企画文芸部となってるのは本当に企画文芸部で作ったらしいです。あの個人がその企画文芸部の中のある個人が作ったわけではなくてわざわざそのキャシャーンの作詞のためにですね 5人の文芸部員がこも、えー、ったとね山梨かな山梨にこもったとでそこでワインを飲みながらワイワイやりながら考えたということを証言されてますその5人のメンバーというのがまずは鳥居人造さん文芸部長の鳥居人造さんそれから主任、えー、文芸部の主任でありました須山聡さん それから文芸部のプロデューサーでありました落合重和さんこの方のうちにキティフィルム行きますけども落合重和さんそれから文芸部にタツノコで名前がね割とよく見た酒井明義さんそして小山さんの5名がまあそうやってこもってですねああだこうだと詩を作ったらしいですなのでこのタツノコプロ企画文芸部となっているクレジットはそのままタツノコプロ企画文芸部が5人が話し合 作詞ししたとといいうことらしいので、まあ、1人が作ったということではないらしいのですがその動画を拝見した限りでは小山さんの,その作った割割合合が非常に高そうですね割合としては他の人たちはなんか飲んだくれて寝,寝ちゃってたりっていう感じだったみたいなのでほぼ小山さんが作った部分が一番多いのではないかなという感触を受けました。 でこの小山さんってもともと作詞家志望だったらしくてなのでこの小山さんが作詞において果たした役割っていうのは割と高いのではないかなと思われるのですねで作曲が菊池俊介さんなんですけれども実はこの番組っていうのは前番組がケロッコデメタンなんですよみなしごハッチカシノキモクケロッコデメタンと、まあ、いわゆるメルヘン帳というかね 私に言わせるとお涙頂戴路線と言いますかそういう枠だったんですよねそしてその突破締めのみなしごハッチを番組も大当たりしましたし主題歌も大当たりしましたそれは岡利夫さん作詞小しべ信義さん作曲というコンビでしたねなのでその3つに関しては全て作詞が岡利夫さん作曲が小し信義さんというところで固定だったんですがここにおいてキャシャンにおいて 路線がガラッと変わったので、まあ、それもあってでしょうが、作曲者もね、この機会にガラッと変えたわけです。えー、タツノコプロの作品を菊池さんが担当するのは、おそらく初めてじゃないですか。これがね、それまで使ったことがない菊池さんという新しい地をタツノコさんが入れたのですが、もうこれが大ハマり。もうヒーローものの主題歌各あるべしみたいなね。そういう素晴らしい躍動感のある、そういう主題歌となっておりますよね。 で歌手の佐々木功さんに関してですけれどもこれ先ほどの小山さんの動画で拝見したところだとそのガッチャマンのコンドルのジョーの声やってますよね佐々木功さん。もともとは和製プレスリーと言われたロカブリー歌手だったんですけども、まあ、そこで目が出ないというかそ,の、まあ、そういう和製プレスリー路線ロカブリー路線が尻すぼみになっていったので、えー、俳優をやったりとか。 ちょっっと不遇な時期があったんですよねで歌手を一時撤退していたでまあ俳優やってて妖術部芸長なんかもやったりしてね、まあ、その流れで声優であるコンドルのジョーをやったとガッチャマンでねところがそのガッチャマンの打ち上げの時とかで、まあ、主題歌を歌ったりするとみんなでね声合わせて歌ったりすると一人だけ明らかにこう別次元で上手い人がいるなっていうのが話題になったらしいんですよねそれが佐々木勲さんだったってことで。 なんか佐々木勲さんが、まあ、スタッフに注目されてたらしいですその歌手としてもねあの人人本当は歌える人だよみたいな感じで,でそういう空気がおそらくまあその文芸部の上の方の人鳥海さんとかそういう人から伝わったんだと思うんですけどあのコロンビアの木村さんの回想によると木村さんはですね吉田達夫さん自ら頼まれたって言うんですよ。 辰野子プロのであります吉田達夫さん自らが木村さんに頼んだっていうことらしいですよ。どういうことかというと佐々木功というね男がいると。で彼がねその「主題歌を歌いたがってるんだ」「ちょっと一回聞いてみてやってくれないか」っていうふうに頼んだらしいんですよ。で木村さんがそう言われて聞いてみたら「確かにうまいと、ね」ということで。 それで、えー、この心臓人間キャシャーンの主題歌に抜擢されたっていうことなんですよね。佐々木さんはロカビリー当時はそこまであの歌唱力に定評があったわけではないらしくて、でご自身もまあ、ご自身の回想としてね、菊池俊介さんが最初ね、佐々木勲という名前を言った時に、ちょっと躊躇したみたいなことを佐々木さんの回想ではおっしゃってるんですよね。つまり歌唱力に何があるんじゃないかみたいな感じで。 ところが、まあ、実際に佐々木さんの歌声を聞いてあいいねってことになったというふうに回想されてます。それというのも佐々木さんは一時不遇な時期に改めてねそのボイストレーニングというかなそういうことを先生についてやっていたということでそれがまあ報われた形となってねここで花開いてるわけです。でこれがさ後に宇宙戦艦ヤマトという形で大輪の花を咲かせるわけですよね。なかなかこう人の人生というのは分かんない面白いですね。 だからまず俳優をやってなければ声優をやってないし声優をやってなければテレビ漫画の「のコンドルのジョー」の声もやってないしコンドルのジョーの声やってなければ辰野心さんと関わってないし辰野心さんと関わってなければコロンビアさんとも関わってないわけよ。ねまあ、なかなかいろんな矢があって佐々木勲さんがコロンビアのアニソン歌手路線に加わるわけですけれども。 曲調はこの開始主題歌も就労主題歌もまあちょっと似た感じというかねあーまあ大きく言うとロック調と言いますかねただロックとも全然違っててやっぱり日本独自日本独自のアニソンってやつですよねもう菊地さんとか中明さんとかまあこの時期の人たち、ね、渡辺武雄さんとかこの時期の人たちが開拓したアニソンっていうジャンルにしかくくれないと思うんですよ。 大きく言えばロックとかマーチを基本にしててもそこにいろんな楽器をね例えばストリングス弦楽器とかねそれから木琴系との軽い感じの打楽器だろうなんだろう混ぜたりしててだからそもそも子ども向けの動揺とかもベースにあるんですよねやっぱりアニソンっていうのはどうしてもそことそれから新しい音楽との融合系っていうかななかなか他の国ではこういうのないんじゃないかなと思うんですよね そして音盤としてはこの当時タツノコプロさんコロンビアさんとおそらく独占契約を結んでいてだからコロンビアさん完全単独ですねこれはねアサヒソノラマさんからも出ていないコロンビアさん単独で、えー、長方形というかな縦長の SCS シリーズの500番台で主題歌が出てるだけとなっておりますね、まあ、後に再発されて正方形の普通のサイズのレコードにもなってますけれども。 だから少し前にあの「荒野の少年イサムの時に陰謀論ぶち上げましてね朝日ソノラマさんとそれからコロンビアさんでちょっと確執があったとコロンビアさんはその時ね「レインボーマン」のレコードを出させてもらえなかったのをちょっと根に持ってたみたいなことを申しましたがそもそもはコロンビアさんのほうが先にね「たつのこプロ」の作品で独占してるわけですよ。 それも何作品もね2年間にもわたってだそもそも仕掛けたのはコロンビアさんじゃないのってこう客観的に見てて思うんだけどねでおそらくまあ当然やられたソノラマさんも面白くないだろうからでそんな時にね「仮面ライダー」コロンビアさんに当てられちゃって <laughs> じゃあレインボーマンはコロンビアさんに出させるのよそうかなみたいな感じになったんじゃないかなってはから見てると想像するんですけどね。まあ実際のところは 多分党人たち同士でも本当のところは分かってないんじゃないかな。片方の考えを片方の考えは想像はついても確かめようがないですもんね。だからお互いにあの野郎はこの野郎って多分思ってた時期があって、それは的を置いてた部分もあるかもしれないし、考えすぎだった部分もあるかもしれないけれども、結果としてコロンビアさんとそのラマさんはこの頃ちょっとねギクシャクしてる時期ということではありますよね。